パラスティカの豆だと沢出です。はい、ということで、最近我々サウナにすごくハマっているんですけれども、はい、そうね、動画でもよく行きたいとか言っちゃったりして、疲れたりすると、うん、すぐサウナとか温泉とか行きたくなるんだよね。ということで動画で行っちゃおうということで、はい、今日は熱海にある日帰り温泉、オーシャンスパフーアさんに来ております。はい、ここね、私実は前に来たことがあって、うん、あ、そう、そう、フーはすごくて、うん、全長約25メートルの日本最大級、うん、露天立ち湯があるの。何それ、ちょっと待って、あの言葉だけだと全く想像ができないんですけれども、うん、ごめんね、全部怒涛のように全部言ったんだけどとにかく絶景だから、うんうん、これはねマジで楽しみにしてた。いや、ちょっとだからサウナも楽しんで、そうね、温泉も楽しませていただいて、うん、楽しくやっていきたいと思いますので、はい、じゃあもうちょっとね、早速入り口近いんで行ってみましょうか。行ってみようか。はい、なんだ、 A と T の間から体を締めて、 A と T の間、うん、T2 つになっちゃってんの、あったみになっちゃってますけど、あったみになっちゃってんの。着きました。着きました。入り口、はい、入り口もさ、広々しててめっちゃ綺麗だよね。確かに。もう早く入りたいんですがあと最近温泉とかサウナとか行った？行ってない、全く行ってない。最近私も最近行けてなくて、うん、めっちゃごめんなさい、ちょっとめっちゃ楽しみ。いや本当だよ、だからだいぶ期待しちゃってるけど大丈夫、うん、沢でさ、私は大丈夫でしょう。じゃあちょっと声も響いたところで、はい、もうちょっとじゃあフロント行っていいのかな、このまま。そうだね、受付しようかね。じゃあ行きましょうか。はい、こうやってさ、靴脱いだままさ、うん、こうやって行っちゃったり、自分じゃと思って居心地良すぎちゃってね靴箱入れてくださいね。何番に入れるかっていうと、うん、じゃあ他は、うん、ニッコニーね。ニッコニーね、値は私はニミナにしよう。ニミナ、ニッコニーとニミナね、うん。はい、ということで着替えてきました。はい、もうここから早速入っていくんですけど、うん、行ってみる？行ってみるか、うん、じゃあ行きます。はい、開けます。うわー、やばいよ、すごい景色。いいね、ちょっとみんなにも見せるね。どうぞ。じゃーん、景色よ、一面海じゃん。入った瞬間から一面海なの。じゃあもう早速立ち湯行っちゃう？行きたい。行っちゃうよね、うん、行くか。うわー、いい悲鳴なぐらい綺麗だね。ちょっと綺麗すぎるよ。もうこの段階綺麗じゃん。綺麗。これもっとちゃんと、うん、中入っていったら、うん、もう海入ってるみたいな気持ちになるから。いいんですか？はい、どうぞ。嬉しい。失礼します。うわー、すごいね。うわー、すごい、やばいね。やばくない？すごい景色。うわー、ちょっと、いやー、もうあんた逆光で真っ暗だけど外の景色はめっちゃ綺麗。これがあっちまで続いてるの、すごい、すごいよ、うん、あっちは海って感じだよね。そうだね。でもこっちはなんか熱海の街の景色が見えるから、これもまたいいよね。綺麗だね。しかも今うちはこれ立ってるからね。え、それがまたいい。そうか、ちょっと一回座りたいなって思ったら、うん、ここにちゃんと段差もあるから、ありがたいね。こうやって半身浴もできる。素晴らしい。うわ、これさ、朝から来てもいいし、うん、夕方から来てもね、また夕日も楽しめていいし。そうだね。どう、立ち湯楽しめた？立ち湯相当楽しめました。これね、フーアはちゃんと中の温泉も充実してて、うん、はい、サウナもありますから、うんうん、ちょっと行ってみようか。行ってみましょう。水素泉。あ、すごい、お湯もなんか白く濁ってるし、細かい気泡がすごいね、プツプツついてる。気持ちいいね。これはかなり良さそう。
はい、じゃあサウナ入ってみますか。いいんですか。行っちゃいましょう。はい、すごいなんかここ温度は低めなんだね。あ、本当だ。はい、白いもやの中にあんたはいるって感じ。なんか温度は50度って書いてあったけど、湿度が相当高いから、うん、なんか暑くない？すぐ汗かきそうね。わあ、こっからも見えるんだ。最高だね。じわじわなんか本当だわっていう気がする。しかもしっかりさ、温泉にも浸かったからさ、そう、汗もたっぷりでそう嬉しい。最高だな。もうそれだけでさ、ずっといちゃうよね。私もね、暑いけど、うん、我慢してるって感じじゃなくて、全然もうちょっといるじゃない。え、わかるわかる。いやー、温泉もサウナも最高だったね、うん、めちゃくちゃ癒されました、うん、本当にありがとうございます。ここからは館内着に着替えて、うん、施設をもっとゆっくり堪能していきます。まあ、スパとね、醍醐味としてはやっぱ温泉入ってサウナ入って、うん、こういうラウンジスペースでね、そう、休憩するのも醍醐味なんですよ。わかる。我々今館内着を着てるんですけど、うんうん、女性2種類あって、はい、私が着てるのがこのセパレートタイプ、ズボンと上になってるから、うんうん、動きやすい。かわいいね。ね、かわいいね。ね、かわいいよね、うん、着心地もいいよ。締め付けとかもないから。あ、お風呂入った後はゆったり着て。そうよ。私はワンピースタイプを着ました。これもね、楽ですね。しかもね、ホッケもね、ついちゃったりとかしてて。ほんとだ。これワンピースタイプ、下にショートパンツもついてるんです。多分さすがにちょっとこうやってめくって見せることできないんですけど、うん、なので全然ゆったりこうやって過ごしても大丈夫です。うんうん、はい、じゃあこんな感じで、はい、ちょっと中見ていきましょうか。見ていきましょう。うちらが今来ているこの熱海リビングは、うん、休憩エリア、ロウリュ、温活とカフェとね、リラクゼーションがあるんですけれども、うん、海辺の別荘ライフ、なるほどね、がテーマになっていまして、まあ、いろんなね、スペースがあるんですけれども、うん、今ね、ちょっと後ろに映ってますけど、こういうちょっとゲームのね、スペースがあったりとか、うん、さっきのソファーみたいなコーナーがあったりとかするみたいですね、うん、一日中入れちゃうよね。入れるね。わー、すごい。でさ、これちょっとした椅子とかがいっぱいあるから、うん、もう本郷で休憩できる、こうやってね、海と沢でって感じということで、はい、今オーシャンラウンジに来てみました。オーシャンラウンジすごいよ。だってそう、ここは休憩スポットみたいな感じで、はい、くつろげる椅子がたくさんあるんだけど、こんな感じでね、いっぱいあります。うわどうする？もう寝ていい？このまま。いいよ。広々した窓だったら海がよく見えていいね。うん。うわっ、あんたこれは、うん、家だわ。家だね。これ完全に家。こんな寝転がっちゃったらさ、うん、こうやって寝ちゃうもんね。いや、寝ちゃう人いるだろうね。でも前回私が来た時も、うん、みんな寝てた。だってさ、お風呂入って、うん、で、サウナとかも入って体もポカポカでさ、そうだよ、こんなところ来ちゃったらもう寝ちゃうよね。もう今日先帰ってていいよ、あんたえ、先帰っていいの？うん、私はここでゆっくりしていくわ。いやー、それはあたいもちょっと混ぜてよ最高間違えて寝転び雑談しちゃうよ、ここでやば寝転び雑談うわすごい、うわすごい景色合いまって、めっちゃいい写真だよ。いい感じに進めたわ。進めた。うん、この施設まだまだあるんで。まだあんの？まだあります。もうここでゴールじゃないの？違います、まだあるんで、はい、ちょっと見てみましょうか。はい、わかりました。入っていい？いいよ。わ、あ、これもいいね。こうやってさ、全部
ふかふかなんだ。全部ふかふかになってる。なんかね、落ち着くわ。あ、確かにそうかも。なんかキュッとしててさ、ここにこうもう一人友達とかと入ってここで喋れるし、喋るしね。もうちょっとこの広いバージョンもあるから、もうちょっと人数がいてもここで。あ、いいね。いいね。家欲しいですか。これ家行ける？あんたちのリビングにどうこれ？いい、じゃあ今後の雑談の撮影全部ここに入ることになるけど。ここはあのプリスタっていう休憩スペースらしいんですけど、ああやって寝っ転がれる。ここもいいじゃない。ねえ、寝っ転がってみよう、うちらも。めちゃくちゃいいね。あ、気持ちいい。え、ここすごいいいね。このままさ、地続きのままさ、窓にも枠がないじゃん、ここ、だから目の前が本当に海って感じだね。よりさっきの立ち湯みたいな、ね、ああいう景色。いや、さっき入った温泉のホテルも落ち着いてきたし。だいぶ落ち着いたね。岩盤浴行っちゃう。まだあんの？そうだよ、ここ岩盤浴もあるんだから。温活させていただいちゃって、行っちゃおうか。行きたい行きたい、行こう。はい、というわけで岩盤浴来ました。ラーバとメレッサ、ラーバとメレッサ。行ってみようか。行ってみよう。はい、じゃあまず一つ目、はい、ラーバ来ました。ラーバ、なんかラーバは、伊豆の火山をイメージしたみたいで、その赤になったって。うん、ちょっと入ってみる。うわ、あんたが真っ赤だよ。赤、この火山って感じ、確かにイメージ。うん、めちゃくちゃあったかい。あったかい？うん、もう地面も熱いし、うん、これは相当汗かくわ。わあ、いいね。温活じゃん。もう汗かいてきたもんね。うん、かいてきた。うん、もう一個も行ってみちゃう？行ってみようか。もう一個の岩盤浴、次はメレッサです。こっちは、伊豆の海をイメージしているそうで、うん、青いんですって。さっきとは真逆だ。真逆だね。ちょっと入ってみよっか。わー、青い。わー、青いね。本当だね。レンズ曇ってるのも相まって、あんたがすごい幻想的になってるよ。全体的に青いし、水槽もね、あってお魚さんもここに泳いでるんですよ。本当だね。そう、メレッサ感じてます。メレッサを感じてんだ、あんたは。うん、今ほら女性の間で温活流行ってるじゃん。うん、だから岩盤浴も入れるなんてもうフルコースだね。いや、本当よね。ね、ということでロールキャンプというものもあるそうです。私ここ前回来てない。来てない？これね、あの体感100度灼熱のリラックス体験、これもなかなかいいそうですよ。いや、うちは熱々のサウナも好きだから。そうなの。ちょっと行ってみようか。ちょっと中覗かせていただく。うん、ね、なんかさ、もう熱そうじゃない？いや、わかるな。怖いよ、あっち行くの。ここで映像をまず見るんですって、うん、通常ですと、うん、でも通常映像を見て気持ち高めてロウリュに向かうってこと。気持ち作んないとさ、暑いから。やっぱ暑いからね。うん、うわ、もう真っ赤っかだもんね。うわ、失礼します。すごいよ。どう？あんた暑い。うわ、あっち、あっちっちだね。これがしっかりサウナだけど、俺は己を痛みつけるために首に座る。こうだ。でも多分これ円形になってるから、その暑さにムラがないんだよ。そこに座ってても、うん、均等に熱がいくんだと思う。ここも暑いもんだって。暑いよ ね、 ね。これはぜひみんなにも入ってみてほしい。ねえ、ね、今度私たち来たら映像もぜひ見してもらおう。うん、はい、というわけで、はい、フーはめちゃくちゃいろいろ回ったんですけど、うん、いかがでした？いや、最高に癒されました。本当初めて来たんですけど、うん、私はもうやっぱ立ち湯がね、ね、最高に良かったね。うちらの推しポイントはやっぱ立ち湯かな。うん、どの季節に来てもいいよね。いや、ほんとそうよ。ちょっと喉ごめんなさいね、ちょっと喉乾いちゃって。オリジナルドリンクとやってます。よく混ぜて飲んだ方がいいそうですよ。わかりました。美味しい。美味しい。最高だわ。え、美味しい。このどこにいても景色いいからさ。いや、そうなの。ここも今絶景だしね。おー、じゃあ来月来よう。来ようね。うん、決めた。
でなんか夜のさ、今回はねちょっと昼間の景色でしたけど、うん、絶対夜綺麗だから、うんうん、夜の景色をちょっと堪能したさはありますね。実は我々前日熱海後楽園ホテルに宿泊させていただいて、しかもビュッフェまでね、ねあれ美味しくなかった、うん、鉄板で焼いてくれるホタテとか、うわ美味しかった、ローストビーフ、そうだってお寿司とかもあったんだよ。そうなのよ、ね、海鮮もあって、うん、天ぷらもあってみたいな、うん、とにかく充実してたよね。なんでもあった。でもね、ジェラートも美味しかったの。あんたね食べたよね、うん、食べた、美味しかった、すっごい本格的。もうなんかジェラート屋さんのジェラートを、うん、あんなブッフェでね、うん、実際食べれるなんてめちゃくちゃ贅沢ですよね。客室もね、うん、テラスがあってそこからね海が一面に見えるんですよね。椅子なんかも置いてあるから、そう来て早々もうお茶入れましたもんそうそう、お茶入れてそこでこうやってじゃあはい澤部さんのお茶ですって言って飲んでね、またねあの日中と夜と景色がさ全然違うじゃないですか、うん、熱海の夜景も見えちゃったりとかして、すごい絶景でしたね。また来たいね。来たい。はい、ということで今回我々が堪能させていただきましたオーシャンスパフーアの詳細は下の概要欄にございますので、はい、皆さん必ずチェックしてみてください。はい、私たちの Twitter のアカウントが下の概要欄にあります。この動画が気に入ってくれたら高評価とチャンネル登録をお願いします。以上、せーの、パラスティカでした。今日はもう大きくてちっちゃい画面が広いから、ね、バイバーイ。